朝から会えるなんて幸運だね。ちょっとスタプロのことで話があるから時間をもらえないかい？渡るの鳩かな。窓辺に来てモーニングコールをしてくれたんだ。朝からいい目覚めだね。朝からハッピーになっていただくために手品を披露しましょう。さあ、私の手にご注目。執事さんと仕事の相談をする予定でしたが、少々早く来すぎたようですね。カフェで待っていましょうか。おはよう、プロデューサー。僕、早起き頑張ったんだよ。褒めて褒めて。英知様に会いたいけど、お仕事の邪魔しちゃダメだよね。いい子にして待ってよっと。おや、朝からお仕事ですか。荷物は私が持ちましょう。どうか遠慮なさらないでくださいまし。坊ちゃまを見ませんでしたか。お弁当を渡しそびれてしまいまして探しているのです。おはよう。後で今日のスケジュールの確認をさせてほしい。もし間違いがあると大変だからな。明星は大吉くんの散歩をしてから現場に来ると言っていた。事務所に入っても日課は変わらないらしいな。おはよう。今日の仕事のために朝ごはんをいっぱい食べちゃった。おかげで元気 100%。 さっきウッキーと会ったんだけど、スマホを忘れたって寮に戻っちゃった。おっちょこちょいだよね。今日は寝癖がひどかったんだけど、ちゃんと直せてるかな。頭の後ろは自分じゃわからなくて。伊沢くんは生徒会の仕事があるって、もう学校に行ってるよ。忙しそうだけど無理してないか心配しちゃうな。おはよう。生徒会の仕事を片付けてるから、それを終わらせたら仕事に行こう。スバルのやつが俺によくエナジードリンクくれるんだけど、そんなに俺疲れてそうに見えるか。おはよう、プロデューサー。朝から声が大きくて悪いな。だが目はバッチリと覚めただろ。今朝高峰が実家を手伝ってるのを見たが、早寝早起きに加えて親孝行までしているなんて素晴らしいな。おはようございます。朝は元気な挨拶からって千秋が言ってました。テトラが面白いことをしていました。朝の精神統一らしいですよ。おっす。おはようございます、プロデューサー。今日も一日張り切っていくっすよ。今朝は緑くんの実家を手伝ってきたんすよ。ヒーローたるもの、困ってる人を放っちゃおけないっす。朝の野菜の出荷って地味に大変。まあ、ES ビルが大量に買ってくれるのはありがたいけど、向こうから聞き覚えのある暑苦しい声が。でも、無視はダメだよね。挨拶していこう。おはようでござる。プロデューサー業も朝早くから大変でござろう。一緒に頑張るでござるよ。新海殿が今日もびしょ濡れで現場に来たのでござるよ。一体どこで水浴びをしてるんでござろう。ふっふっふっ。今日も僕と共にアイドル活動に邁進しよう、プロデューサー。今朝もアイラに怪訝な顔をされてしまったんだ。あまり遠慮されると僕も寂しいんだけど。おはよう、プロデューサーさん。今日もいっぱいアイドルのお仕事しようね。今日はアルカロイドのみんなとお仕事できるんだね。俺楽しみだよ。 I love。 おはようございます。本日も良いお日柄で、ついつい皆さんを薄暗がりに連れて行きたくなりますね。アイラさんの寝ぼけ眼の愛らしいこと、時間の許す限りずっと眺めていたいですね。おはようございます。本日は絶好の仕事日和ですな。礼拝も済ませましたし、張り切っていきましょう。迷いさんはもう練習場所に向かっているようですな。俺もその姿勢を見習わなくては。おはよう。ちょうどよかった。スケジュールの確認をしてもいいかな。さっきイバラが会いに来たんだ。新しい本をくれたから、これから読んでみるつもりだよ。うんうん。今日は起きられたんだね。朝の時間は貴重だからね。有意義に過ごすのがいい日より。朝からジュン君が見当たらないんだよね。別にいなくても困らないけど落ち着かないね。おやおや、プロデューサー殿は
寝癖を直す暇もないくらい朝からお忙しいのですね。閣下、ここは朝はご飯とお味噌汁派だということにして、一般市民の親近感を上げていきましょう。おはようございます。さて、今日も一日仲良くやっていきましょう。おひえさん見ました？別に心配してるわけじゃねえんですけど、ちゃんと起きてんのかなって。朝から随分と悠長だね、小娘。僕たちとの仕事がこれからあるだろう。遅刻など許さないよ。影平と朝食を共にする予定を立てていたのだが、遅いね。まったく、どこで道草を食っているのだろうね。おはようさん、プロデューサー。今日はどないな仕事があるんやったっけ？確認せなあかんな。おっさんとの朝の約束に遅れてまう。おしゃべりはこの辺にしていこか、プロデューサー。おはよう、プロデューサー。今日も俺とゆうたくんとプロデューサーの3人で頑張ろう。今朝はゆうたくんと一緒に事務所まで来たんだ。2人一緒だとテンションも2倍以上になるよね。おはようございます、プロデューサーさん。まずは今日のスケジュールを確認しましょう。ひなたくん、兄貴とは別の部屋で暮らしてるから、いつもの当たり前が違っていろんなことが新鮮です。じゃあっす、今日は朝からあえてついてるね。お姉さんも俺っちに会えて嬉しいっしょ。クレイジービーの連中、まだ誰も練習に来てねえな。ま、俺っちも遅刻なんだけど。おはようございます。今日のヒメルも調子が良さそうですし、仕事の準備はバッチリです。リンネは朝から元気が有り余ってますね。ヒメルもそうあってほしい。いえ、そうならなくては。おはよう、プロデューサーはん。ほな、今日もお仕事頑張っていこうか、リンネはん。朝っぱらからわしを可愛い子呼ばわりしよってからに。ほんま、困った人やで。チョリース、姉さん。朝のコーヒーはいかがっすか？引き立てで美味しいっすよ。姉さん、聞いてくださいよ。今日も朝からリンネ君に絡まれて大変だったんす。おはよう、嬢ちゃん。それでは寝起きに嬢ちゃんの血を。ではなく、その手のトマトジュースをもらおうかの。カオル君は朝からビシッと決めておるの。よいよい、それでこそ我が輩の相棒じゃな。ごめん、あくびが出ちゃった。昨晩のラジオ番組が遅い時間でさ、あんまり寝てないんだよね。最近頑張ってるでしょ。まあ、甲賀君たち後輩の手本だし、情けない姿を見せられないしね。よう、朝から気合十分だぜ。朝の生放送にきっちり俺様の爪痕を残してやんよ。アドニスを見なかったか？投稿中にラジオのトークで何を言うか話そうと思ってて探してんだよ。プロデューサーも朝が早いんだな。俺か？俺はこれから朝の生放送にゲストとして出演する予定だ。朝から起きている佐久間先輩にはまだ慣れないな。いきなり倒れて眠ってしまわないか心配になる。こんなところで奇遇だな。今日は大学の授業は午後からしかないし、どこかでお茶してくか。あ、この後の昼ドラマってトモチンが出てるやつだ。見た後に感想を送ってやろう。プロデューサー、まだ眠そう。俺と一緒にダッシュして目を覚ますんだぜ。朝はストレッチして体をほぐしてから動くと身軽に動けるんだぜ。硬くてそんなに伸びない？あ、おはようございます。今日の予定は確認したんで、それじゃあ行ってきます。今からロケ移動なのに、ミツルどこ行っちゃったんだよ。置いてくわけにもいかないし、あたりを探してみるか。プロデューサーさん、おはようございます。まだ眠かったら目が覚めるハーブティーとかありますよ。ミツルくん、最近寝坊が少なくなったんです。僕も見習ってもっとしっかりしないと。おはよう。今日も一日やることは山積みだ。頼りにしているぞ、プロデューサー。桐生も神崎も朝には強い方だしな。俺たち暁なら次の仕事もそつなくこなせるだろう。おはようさん、プロデューサー。元気な挨拶だな。おかげで気持ちよく一日を始められそうだ。蓮見のやつ、生徒会の仕事がないのが寂しいのか、
事務所でスマホいじって暇を持て余してるみたいだな。おはよう。今日の仕事はプロデューサー殿が同行してくださるのだな。これは心強い。今朝はナレーションの仕事に備えて早口言葉の練習をしたのだが、蓮見殿はとてもお上手であった。おはようございます、プロデューサー。早速今日もビジネスと参りましょう。鳴上先輩は朝から身だしなみがパーフェクトですね。私も見習いたいものです。おはようプロデューサー。朝から元気だな。俺も早起きして作曲だ。瀬名は朝からカリカリしてたな。そんなに怒ることが山ほど降ってくるのか。むしろ楽しそうだけど。ちょっとあんた寝癖つけっぱなし。ほら直してあげるからちょっとしゃがんで。今日のスケジュールはちゃんと把握してる？まあ昨日のうちに確認してると思うけど。眠いけど頑張って起きてるから頑張れ。俺普通に起きてるだけなのに、スーちゃんがなんか褒めてくれるんだよね。褒めて伸ばす作戦。あら、おはようプロデューサーちゃん。今日のお仕事は雑誌の撮影よね。楽しみだわ。リツちゃん、未だに朝は苦手そうにしてるわね。夜のリツちゃんは最高に素敵なんだけどね。おはよう、子猫ちゃん。そうだ、朝の占いをしてあげようか。その辺の占いより当たることを保証するよ。先輩がまた徹夜をしたそうでさ。新しい事務所のためだからって仕事を引き受けすぎじゃないかな。おはようございます。今日の仕事ではどんな経験ができるんでしょうか。楽しみです。夏目くんや空くんの先輩として俺も頑張らなくちゃいけませんね。おはようございますプロデューサー。今日はどんなお仕事をするか楽しみな。先輩が朝から事務所のお掃除をしてたんです。空もお手伝いしたら喜んでもらえました。社会人の基本だからな。元気よく挨拶するぞ。おはようございます。次の仕事は撮影の手伝いだったな。さてさて、三毛島マダラとしてみんなのところに駆けつけるぞ。